今日のすば。よう、アインズ様、いい果物が入ったんだが、どうだい。すまない、食べることができないのでな。気持ちはありがたく受け取っておこう。アインズもなんだかんだでアクセルの町に馴染んできたな。私たちの作戦が功を奏したようでありんすね。作戦？アインズ様を見下す愚か者どもにアインズ様の素晴らしさを教えただけのこと。まあちょっと脚色はしたでござるが。脚色？ほら見ろよ、カズマだぜ。アインズ様がパンツ脱がせ魔のカズマを構成させたらしい。魔王軍幹部を倒したのも本当はアインズ様なんじゃないか。俺は前から怪しいと思ってたんだよ。気のせいじゃないよな。俺の評判が著しく下がっているようだが。脚色ってかデマだろ。アインズの評判を上げるために俺の評判を落としやがって。今すぐ訂正してこい。すまない、後で住民から私の記憶を消して元に戻しておく。だが今は。ああ、人々がアインズ様にイフと尊敬の眼差しを。分かっていただけて何よりですわ。世界が変わろうとアインズ様の偉大さは変わりんせん。うむ、それが私たちの頑張った成果でござるな。私のためにあれだけ喜んでくれている。もうしばらくこのままでもいいか。答えはノーだ。俺の傷ついた心をどうしてくれるんだ。だったらお詫びにこれを。先ほど通りかかった者にもらったんだが。これは例の店のプラチナチケット。どんなものかわからないが、男冒険者は喜ぶらしい。無論こんなもので癒せるとは思わないが。許す。いいのか。うん、許す。今はアインズが認められて嬉しいよ。そうだ、みんなで祝勝会でもどうだ。もちろん俺のおごりで。あら、気が利くでありんすね。アインズ様の名声に乾杯といきましょうか。あのチケット確かサキュバスからもらったんだよね。人間に化けてたみたいだけど、そんなにすごいものだったのかな。レアアイテムならあげなければよかったかも。この巣